中古のゲームソフトや DVD、衣料品まで手広く販売しているゲオ。ブランド品やブランド衣料の買取販売で知られるコメ兵。中古品の買取販売、いわゆるリユース市場のランキングで上位に名前を連ねるこの2社は、いずれも名古屋の会社です。さらに東京、大阪、愛知で比べた時に、リユースショップで物を売ったことがあると答えた人の割合が最も高かったのは愛知でした。中古の品を売る人も多ければ買う人も多い、そんなリユース王国の名古屋に去年の末オープンしたのは、洋服のお直しのお店になりますね。洋服のお直し、リフォームの専門店、リサルトです。ベルト外してこういう雰囲気で着たいとかっていうことでしたら、やはり詰めた方がいいかな。この日店に訪れたのは20代の女性客。市内の衣料品店で買った古着が体型に合っておらず、この店でリフォームしてほしいという依頼のようです。その場でいろいろと手を加え、肩幅を調整すると袖の長さもぴったりに、古着がオーダーメイドで仕立てたように生まれ変わります。自分の体型に合ったものになるイコール、それが、ね、一点ものっていうか自分だけのものっていう形になるので、よりなんかお洋服への愛着だったりがすごく湧いてきたなっていうふうに思います。実はこのリサルト、東京のデパートなどに洋服のお直しの専門店を出しているサルトという会社が新たに立ち上げたブランドです。その旗揚げの地として選んだのは東京ではなく名古屋でした。県民性としても、そのいいものを長く大事に着るっていうのが根底にありますので、そういう意味では十分展開できていくと思います。古着を生まれ変わらせるお直しの技とは、例えばこちらは穴が開いて中から羽毛が飛び出してしまったダウンジャケット。ここのポケットの生地を使ってこう貼り付ける。まずは穴を塞いで、ポケットの内側の生地を切り抜いて補修する場所へ。こんな感じです。お見事、穴の開いたダウンジャケットが生まれ変わりました。業界誌の調べによりますと、コロナ禍での断捨離やフリマアプリの普及もあって、リユース市場の規模は右肩上がりで伸びる見込みです。それに伴い、買った古着をリフォームしてもらうお直しの需要も年々高まっているといいます。本当に最近リユース品が多いんですね、今の方々、少し安く買える分お直しして着ようかっていう方は非常に増えてます。名古屋でにわかに活況となっているお直し市場、今後の展開は。愛知は昔から繊維産業がすごく盛んな地域でしたが、こうしてリフォームをしてお洋服を大事に使っていくという習慣が定着すれば、国内のアパレル産業にとっても新たなサービスであったりとか技術を生み出すきっかけになるのではないかと注目しています。